ハイファーイ、どうもウォルターです、今日はですね、コーチ、コンサル、セラピストの方で売り上げが上がらない人の特徴ということでですね、そんなテーマでお話ししていきたいと思います。はい、では早速ですね、生垢の今日の、ね、授業に入っていきますけども、やっぱりこう女性起業家の方が増えてきたりとか、それこそ自分の知識、経験、スキルを使って誰かにね、喜んでいただきたい、貢献していきたいっていう本当に素敵な思いの方がですね、たくさんいらっしゃって、ね、例えばコーチ、コンサルだったりとかセラピストの方としてね、活躍する、要はコンテンツビジネスとか教育ビジネスっていうことでね、何かそういったことをやられる方がすごく増えてきてるんですけども、そんな中でもですね、やっぱり日々の例えば SNS の発信とかブログをすごく毎日書くとかね、ですごくね頑張ってはいるものの、なかなか売り上げが上がってないとかね、利益に全然つながってないって方がやっぱり多くですねいらっしゃるようでして、僕もそういった方をたくさん見てきてますし、僕もですねそこの部分をたくさん自分自身も経験してきて分かっているところでですね、その特徴っていうのがやっぱりあります。で、今日はそのテーマでお話をね深掘りをしていきたいのと思うんですけども、ズバリ答えを言ってしまうと、これがあるとないとでは全く売り上げだったりとかその規模がですね継続的にも変わってきますよというテーマです。で、ズバリ答えを言ってしまいますけども、答えはですねリストマーケティングです。リストマーケティング、簡単に言うと、メルマガですね。メルマガ、これを、しっかりとですね、戦略としてできているかできていないかということで、かなりですね、性が変わってきます。もともと僕もですね、インターネットだってこうオンラインのマーケティングを学び出してからですね、そこで、要はそのリストマーケティングっていうね、メルマガの文化っていうか、そこをしっかりとですね、理解した上で、そこに集めるために、例えばインスタグラムとか YouTube とか Twitter、Facebook とかって形で、そこに集めるために、いろんな無料媒体を集めていると。で、広告の場合もそこに集約をまずさせていくっていう、そんなね、ビジネスモデルを組んでいるんですけども、そういうところの、文化がですね、なかなかなかったりとか、そこを知らずに SNS の発信をされている方が非常に多いので、まずはそのメルマガに集めるっていうことをしっかり押さえておくといいと思います。で、このメルマガっていう文化なんです。じゃあ、このね、インターネット時代が始まってからと、そんなね、形で考えている方も多いんですけども、ではなくてですね、本当昔からね、あります。昔から多分商人のね、江戸時代に遡りますけども、江戸時代の商人の方たちがですね、実は江戸時代って火事がめちゃくちゃ多い時代だったんですよね。なんですけども、その時代で火事が起きた時にお金をね、大事な売り上げを、持って逃げるか、顧客台帳ですね、昔の顧客台帳、お客様の名簿にね書いてある顧客台帳を持って逃げるかって時に、その顧客台帳を持って逃げるって言われてるぐらい、それぐらい顧客台帳、要はメルマガのリストね、リストマーケティングが大事だったのは昔からあります。で、火事が多い時代だったので、その顧客台帳ですよね、火事があった時に、持って逃げてね行ってても、例えば誰かに盗まれたりすると危ないじゃないですか。だから、燃えてしまわないようにっていうのがありますし、盗まれてしまわないようにっていう意味で、その顧客台帳を、自分のね、分かる井戸のところにポイってね、投げておいて、火事が落ち着いてからまたね、後日取りに行くっていう、それぐらい、実はね、顧客台帳っていうのは大事にされてた、昔からの文化です。で、顧客ね、台帳、その、昔ね、これ和紙のね、名前なんて何だっけな、だったね、和紙としては、石州和紙。石州和紙っていうね、1300年のこう歴史を持つ、ね、和紙があるんですけども、それっていうのは頑丈でですね、水に強くったりとか、溶けにくいっていうね、そんな和紙なんですけども、そういうのを顧客台帳としてね、使われているっていう、それぐらい顧客台帳のね、ためにですね、和紙を使っているぐらい、昔から大事にされていたのは、この顧客リスト、ね、メルマガ。つまりは、リストマーケティングということなんですけども、それをやっぱりできているだけでも、僕もですね、できていなかったと、できている時とかだと、もう売り上げがですね、数十倍から数百倍とか、下手すればですね、もうそれ以上に、ね、なってるわけなんですけども、それぐらい変わってきます。で、ここでですね、じゃあそのリストマーケティング、ね、顧客リストだったりとか、メルマガですけども、それを持っておくと何がいいのかっていう3つのね、特徴だったり、メリットを今日はお伝えしていきたいと思います。はい。で、これまず一つ目なんですけども、例えばお客様とかそのメルマガのね、登録してくれた方、に対してですね、何度も継続的にアプローチすることができるという接点がですね、増やすことができますということですね。ここは本当に大きな特徴です。やっぱり、メルマガ以外のですね、SNS っていうのは、お客様が、とかね、フォロワーの方が別に見る見ないは向こう派の判断なので、こっちからコントロールできないです。でもメルマガだったら、こちらから一応お伝えがね、することができる。こちらでね、主導権を握れるっていうところがまず一つで、そこでアプローチをね、何度もすることができるっていうのが最大の特徴の一つ目です。はい。で、二つ目なんですけども、例えばね、メールを登録してくれた方とかね、もう深い関係になったお客様とかと、何かをね、購入してくださった後とかにでも、その方が、一回購入してくださった方の特徴だったりとかもそうなんですけども、その後に、何を今欲しがってるかっていうところも、ニーズをね、探ることができるっていうのが二つ目のためです。二つ目の特徴ですね。
ニーズを探ることができると。そうすることによって、まあ、昔はこういうのがあって、今はこれを求めてるんだな、じゃあそれにね、合ったものを、価値提供しようかなとか、普段の発信のね、情報にもなったりとか、そういった商品を、用意してあげるとかっていう形で、要はニーズを探ることができるというのが二つ目の特徴ですね。で、三つ目ですね。三つ目。で、今のそのお客様のそのこの好み、二つ目に似てるんですけども、今の好みとかトレンドとかっていうのも、実際の声をね、ヒアリングすることができるので、その好みの傾向とか、ね、あとはお客様一人一人の、今この人は何を欲しがってるんだなっていうところを、そのメルマガの中で、ちゃんと理解することができるっていうことですね。これは商品作りとか、そういうところにも、ね、必要になってくるんですけども、その、一体どういう傾向にあるかって、お客様を知れる、より知れることができるっていうのが三つ目の特徴です。はい。なので、まあ、何度もアプローチができたりとか、まあ、今欲しがってるものだったりとか、そのね、どういった傾向にあるのかっていう、その特に個人のね、ものだったりとか、そういうところをね、しっかりと把握することができるっていう、今3つの特徴なんですけども、これを押さえておくと、営業活動がやっぱりスムーズにできたりとか、それこそお客様に、求められているものをこう提供するので、本当に売り込まずに売れるとか、ね、例えば高単価のものであってもバンバン売れるというふうに、ね、なってきますので、ぜひね、押さえていただければと思います。はい。で、本当にこう今最近だとね、例えばあのインスタでもね、何万人フォロワーいますよとか、ツイッターとかでもね、すごくいっぱいいたりとか、まあ、ブロガーの方とかブログにいっぱいアクセスあるんですけども、もちろんね、そういった方は、集客っていう意味では、もしかしたらアクセスがあるから、別にそんなにこだわってないかもしれないんですけども、やっぱもったいないなと思うのは、このリストマーケティングができてるとできないのが、さらにですね、ステージが上がりますので、本当に抑えていただければなと思います。やっぱりその、向こうからね、先ほどコントロールができないとお話ししましたけども、やっぱりこちらで、やっぱそれの普段のね、情報発信だとなかなか確率論になってるね。今日は見てくれるけど明日は見てくれないかもしれないとか、今日見た人は実は1ヶ月後しかまた見てくれないかもしれないって形で確率論にやっぱなってしまうんですけども、このメルマガっていうところをですね、しっかり活用することによって、何度もね、やっぱ接触ができたりとか、コミュニケーションが取れたりってことで、本当にね、いいことだらけですので、ぜひね、こちらでやっていただければと思いますし、はい。で、あとですね、ちょっとここは、このじゃあ、メルマガのね、特徴のこと3つお伝えしましたけども、その、やっぱ順番、ね、伝える順番とかでも大事なんですけども、そのメルマガのメリットというか、本当に特徴なんですけども、何かをね、特にセールスとかね、何かオファーをするときにですね、これがめちゃくちゃ大事なことがあったりとか、いいことがあるので、最後にそれを伝えて終わりたいと思います。で、それはですね、こちらの伝えたい情報を伝えたい順番で正しく伝えることができると。まあ、それによって制約率が全然変わりますということで、ここの部分がポイントです。特に正しい順番でっていうのがですね、大事です。はい。正しくね、それをしっかり理解してもらうことで、あなたから買いたいとか、そういったね、商品の良さがあるんだってことをしっかりとね、理解していただくことができますよ、ということですね。はい。ということでですね、まあ今日そういったところをお伝えしてきましたけども、じゃあ最後に、まあここだけで終わってもよかったんですけども、じゃあメルマガって、E メールが昔からありますけども、じゃなくって今何がいいのかということだったりとか、まあ実はもう答えを言ってしまうと、LINE 公式アカウント、まあ、もともとは LINE アットって言われてもんですけども、それを使うと、やはりですね、売上のね、加速、ね、スピードが加速したりとか、最大化、売上のね、額も上がっていくということなんですけども、それのね、じゃあちょっと最後に、LINE 公式アカウントって どんだけいいのということでですね、少しだけシェアして終わりたいと思います。で、もともとメルマガ最強っていうふうに本当に言われてたんですけども、まあ今だとね、8000万人とかね、使ってるようなね、LINE になりますけども、それを、使うことによって、さっきのね、コミュニケーションが取れたりとか、接触ができたりとか、いろんなことをヒアリングできたりという形で、どんどんつなげていけるということがありますので、僕らもやっぱり LINE 公式アカウントというのを使ってます。今だともう5000人近くの方とかがね、見てくださってるんですけども、やっぱり他の SNS の媒体ももちろん大事なんですが、ブランディングによって大事なんですけども、セールスとかオファーするときには、やっぱそういったところの方がですね、制約率が高まる傾向がやっぱ高いです。で、4つ大きくですね、メルマガの違いがありますので、最後にそこだけ紹介したいと思います。まずはですね、メルマガと比較して、到達率が 100% っていう特徴があります。はい、皆さん LINE ね、思い出していただければと思うんですけど、誰かからメールが来た時、LINE が来た時って、必ず届くじゃないですか、そもそも。これ当たり前の話で、んって思うかもと思ういるかもしれない。それが、E メールだと、迷惑フォルダとかにね、引っかかったりとか、そもそも、捨てメールって言って、まあ何かを登録するためだけに作ったね、フリーのね、E メールとかっていうのがあるわけなので、そういうのに登録してる人って別に特典だけ欲しかったりするから、普段から見るわけじゃないですか。だから、普段のメインのアカウントじゃなかったりするんで、そもそも届いてないってことが起きたりするんですけども、LINE の場合は基本的には全部ね、まずは通知がね、ある、来るっていうところで届くっていうところですね。で、二つ目、開封率、要は開く、そのね、1とかってね、赤いマークで載ってると、ちょっと気持ち悪いじゃないですか。だからとりあえずメッセージを開きますよね、LINE だと。
ね、E メールだとそもそも見ないし、そもそもそのね、ところを開かなかったりするんですけども、あとタイトル次第というのもあるんですけども、LINE はですね、ここがメールよりもですね、最大20倍以上開いてもらえる確率が高まります。そういった意味では LINE をね、使いましょうということなんですけども、あとは登録率。実際に何かこうメルマガとかこういうのやってますよって時にメールと LINE の登録してもらえる確率なんですけど、これも3倍以上 LINE の方が高いというふうにね言われてます。もうこれは LINE 公式のねデータで出てますので特徴がありますよというのが3つ目で、最後の制約率、皆さん気になると思います。やっぱビジネスをねやってる方がほとんどだと思いますので、からね、これからやられる方も今からメルマガやられたら絶対LINE、ね、を使った方がいいよっていうのがあるんですけども、制約率がですねなんと5倍以上違うということで、だってね、本当に100万の商品持ってて1個売れるのと5倍だったら500万ですから全然違いますよねということですから、まあ、そういった意味でも制約率は5倍に変わってきますと、まあ、こういった特徴がありますので、ぜひですねそのメルマガ、いわゆるリストマーケティングをしっかりとやっていくと、そのためにまあ SNS をね活用していく、特にこれはねコーチコンサル型ですね、教育ビジネスとかコンテンツビジネスとか自分の知識経験スキルつき合って、お客様ですね価値をお届けしていく方はぜひ、ね、意識していただけるといいのかなというふうに思います。もちろんね店舗の方とかもリピーター施策としてこの LINE を使うことで、よりですね効果的な反則ができたりとかね、キャンペーンができたりしますので、ぜひ、ね、活用してみてくださいということですね。今日はリストマーケティングというテーマで、少し深掘りをしましたけども、まあ、コーチコンサルセラピストの方の、ね、成果が上がらない方の特徴ということで、まずリストマーケティングをしっかりしていきましょう、メルマガを活用していきましょうということでお話をしてきました。はい、ということでですね、このようにですね毎日生垢このクラスではですね、ビジネスだったりとかね人生を加速させるような、まあ、インスタを含めたですね SNS マーケティングのことだったりとか、まあ、人生をですねこう豊かにするようなこうライフデザイン的な、自分のやっぱり自分らしい人生を生きるためのですね情報をお届けしてますので、よかったらこうチャンネル登録をしていただいて、ぜひ生垢メンバーとして、無料のねそういった学びができる、クラスというか、なってますので、番組になってますので、ぜひねチャンネル登録お願いします。はい、ということで、あとはですね、LINE でこう、いろんな質問とか、普段の特徴をね、ごめんなさい、特典ですね、プレゼントをお渡ししてますので、よかったらチェックしてみてください。それでは引き続きですね、また次の授業でお会いしましょう。ありがとうございました。今日も良い一日を過ごしください。じゃあねー。